湘南神社とは第二次世界大戦中にシンガポールを占領した日本軍が市内の幕陸チ水源地内に建立した神社である。1942年10月に竣工し、1945年8月の日本軍降伏後に取り壊された。1922年2月11日、シンガポールでゴム園を経営していた太平原4はトムソン寺が アッパートムソンロードに名を変えるあたりにあった事故のゴム園内に寺市南神社を建立した。祭人はアマテラス大臣で名目上の神官として永田主彦氏が管理していた。戦前の在留日本人からは大見和宮として親しまれ、正月や753、結婚式などに参拝していた。1 9 4二年二月、日本軍のシンガポール占領直後、 第25軍参謀、林忠彦少佐は、当時在留日本人の家庭で使用人をしていて、戦乱の中で家の裏にあった祠のご身体を安全な場所に移していたという二人のマレー人を表彰すると発表し、さらに市の職員に戦前からシンガポールにあった神社や祠の管理はどうなっているかと尋ねた。職員が今は占領直後で、 電気水道の修理や混乱した、市内の秩序回復に忙しく、神社まではとても手が回らないと答えると、林は、共信者に、特有の、ものすごい憤怒の行走を表し、貴様等のそういう根性が腐っているのだ。神社にまで手が回らないとは何事だ。何のための秩序回復か。早速皆と相談して、具体策を立てて持ってこいと怒鳴った。 間もなく寺市南神社を拡張し、シンガポール郊外のマクリッチ水源地生誕のシンガポールアイランドクラブゴルフ場に架かる一帯に新たに湘南神社を建立する計画が発表された。ジョホールのスルタンは神社建立のため軍政官部財務部に5000ドルの寄付をしたとされる。軍司令部は横山部隊に神社造営を命令し、 工事は1942年5月頃から同年10月までの間、連合軍の捕虜2万人を刺激して行われた。建設途中、換気が終わろうとする頃に、横山部隊は、インパール作戦参加のため、ビル前転身し、田村部隊が工事を引き継いだ。1942年10月に、湘南神社は竣工した。ゴルフ場のクラブハウスの横からコースを横切って、 山道が作られ、西から水源地に注ぐ小川を伊鈴川に見立てて、その上に朱塗りの太鼓橋が架けられ、橋の前後に鳥居が建てられ、玉砂利を敷き、橋を渡ったところから石段を造成。廃殿と神殿は日本から運んだ日の機材を使い、総日の木作りで建てられた。春工後、神社の管理は湘南特別市に移され、日本から中村社主と、 その補佐として、本田新職が着任して、1942年11月の果実に湘南神社仙宮祭が行われた。大立市長が祭主となり、寺内南方軍総司令官以下が玉串奉天をし、その後現地人各団体代表が礼拝した。式典後、神社は一般に開放され、山下パーシバル会見のフォード工場などと共に、戦績見学のルートとなって、 日本人のほか現地人の多くが訪れた。1943年1月20日に開催されたサルタイ街道の前にはマラヤスマトラ各州のスルタンによる湘南神社の訪問が行事に組み込まれ、第25軍司令官斎藤や平太中将はイスラム教徒であるスルタンを湘南神社に参拝させた。1943年2月15日には、 シンガポール陥楽一周年記念に合わせて鎮座祭が盛大に行われた。篠崎は1945年8月18日に第7方面軍司令官板垣聖主郎大将から帰餓の部隊長、軍政幹部、市政長の幹部に降伏が告げられると翌日以降、中冷塔や湘南神社の爆破、破壊が行われたとしている。サイレンバーグは湘南神社は 解放時に、グルカ兵によって取り壊された、としている。日本の降伏後、債務時添いあった、連合黒人の抑留所も解放されて、閉鎖されていたゴルフ場が再開された。2004年現在、シンガポールアイランドカントリークラブのブキットコース3番、ホール地点に、そこから対岸に渡るかつての太鼓橋と、廃電に至る石段、その途中にある長寿鉢の遺構が残っている。 ありがとうございます。